ングデレミックスの時間です。ここから約2時間午前11時からは生放送、午後10時から再放送で FM3 76.1 メガヘルツにてお届けしています。火曜日ビッグデレミックス通常ですとクレタニアツさんが担当なんですけれども、今日はちょっとお休みということで、私川柳が代打ということで、昨日に続きまして2日連続のウィークデレミックスということでございます。今日もお付き合いよろしくお願いします。月曜日はね、堺市のキラリスタジオ、京町のスタジオからお届けしておりまして、火曜日はここ宇多津にもたる小稲美スタジオからお送りしていますけれども、久しぶりに火曜日の生放送にたらなんかちょっとドキドキしますね。やっぱりこう落ち着かないというか、スタジオの、ね、雰囲気も違いますし、なんならちょっと音の弾き方だとかもちょっと違いますし、そわそわしながらお届けしておりますけれども、今日もよろしくお願いします。さあ、本日2月27日火曜日のウィークデーミックス、まずはですね、メッセージテーマ、今日募集するテーマをご紹介したいと思います。今日のメールテーマは聞きたいで募集します。ずっと気になってる友達にちょっと聞きたいことがある、でも聞けないみたいなこととか、あとそれこそこんなラジオ番組あったら聞いてみたいなっていうアイディアとか、あとは何ですかね、自分の中でちょっとこう日々不思議に思っていることがある、誰かに聞きたいんだけど誰に聞いたらいいかわからない、誰か知らな い, らないみたいなこととか、あと私に聞きたいことでもいいし、もう今聞きたい曲のリクエストでもいいです。何でも構いません。皆さんの今聞きたいと思っていることもの、今日は教えてください。解決するかどうかは分かりませんが、とりあえず聞いてますので、ぜひ皆さんメッセージたくさんお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。ウィークデレミックスへのメッセージはメールアドレス fmsunmix@kbn.ne.jp fmsunmix@kbn.ne.jp こちらでお待ちしております。また番組のフェイスブックページ、私川柳の X、こちらにですね、コメント等でお寄せいただいても OK です。使いやすい SNS 等で皆さん番組ご参加よろしくお願いいたします。たくさんのメッセージリクエストお待ちしています。そして本日2月27日火曜日のウィークデレミックスなんですけれども、今日はですね、この後1曲曲を挟みましてキラリスポットのコーナーからスタートしていきます。小谷自動車さんの、こちらですね、ケンスのワクワクタイム、こちらを今日はお送りします。今日ものりこさんが現地にいているようですので、そちらもこの後すぐお届けします。そして日替わりミックスのコーナー、今日はですね、2つちょっとトピックをお届けしたいと思うんですけれども、まずは、前半お送りするのは坂ビズ、堺にありますこちらのですね、主催の講演会が今度開催されるということで、こちらについて内容、どなたかがご参加いただけるのかなど詳しく、スタジオにゲストの方をお招きしまして、話をお聞きします。そして後半ではいよいよ今週末、3月2日、3日、2日間開催されます第21回宇多田の町屋とおひなさん、こちらについて改めて今年のイベントの内容たっぷりご紹介いただきたいと思います。もうね、すでにこのミニクスでもイベントのお知らせなどはさせてもらっているんですが、改めて内容について今年の見どころポイントをお聞きしますので、ぜひチェックしていただいて週末お出かけいただきたいと思います。そして皆さんからいただきましたメッセージやリクエストなどもご紹介していきつつ、ここから2時間今日も元気にお送りしてまいります。皆さん今日もお付き合いよろしくお願いいたします。ちょっといつもと違う火曜日ですけれども、ぜひ皆さんも一緒に楽しく参加してもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もオープニングナンバーいきましょう。今日最初の1曲、ラジオネームかっちゃんからいただきましたリクエストをお届けします。お送りするのはユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとギターステップ。
この番組は境で生まれた国産最高級のオリーブオイルをお届けします。瀬戸内オリーブ園、ワクワクの場所、ハンバーガーとパンとコーヒーの小谷自動車、他各社の協賛でお送りしています。ケンスケのワクワクタイム。この番組は自動車、パン、カフェ、ハンバーガーの小谷自動車の提供でお届けします。さあ今回も始まりました、キララリスポットのコーナー、ケンスケのワクワクタイム。今日もですね、のりこさんが小谷自動車の、現地にお出かけしているということで呼んでみましょう。のりこさん、はい、おはようございます。おはようございます。今日も車がたくさんの場所にやってきております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてパン屋さんだけじゃなくて、自動車さんだけじゃなくて、パンとハンバーガーとコーヒーといろいろあるお店なんですけども、前回はハンバーガーをお勧めして、今日はパン屋さんのお店で手作りをさせてしようかなと思っております。よろしくお願いします。ということで、はい、ケンスケさんです。おはようございます。おはようございます。今日も寒いですね。そうですね。ね、はい、キャップの中ですけどね、はい。前回1回目の中継の時はちょっと雪が舞いてる中継でした。はいはいはい。そうですね。そうですね。思いながらやったんですけど、今日はパン屋さんを紹介してるんです。そうそうそう。はい。紹介します。その自動車の事務所の横に。はい。ちょうどいいので、お買い物の時ですけど。はい。はい。このパン屋やろうと思ったきっかけはあったとか？きっかけですか？うん、パンって結構、なんか、大きな話なんですけど、味がしっかりとしてくれれば、距離も関係なく買いに来てくれるとか、買ってそのまま持っててたり、ギフト、プレゼントくれるものとか、で、やっぱり入り口が広いかなと思って、蔵だと通じやすい、まあ、パン屋さんかなと思って、やろうかなと思いまして。ね、それで一年経って、そうですね、一年経ちまして、いかがですか？いや、難しいですね。今日はね、熊谷さんよかったら、はい、そうですね、今日はコロナに行ってパン買って、自分のポテトラだったり、このまま作業は私の時間にパン食べてやられるとか、でパン買っていって少々場の中に配ってもらえられたりとか、いろんな場面で、はい、活用してもらうので、はい、すごい助かります。はい、じゃあちょっと、はい、ね、どんなパンがあるのか紹介してもらえましょうか。はい、これでちょうどガラスまで見えるように。そうです。一押しが、一押しが結構皆さん買っていただいたのが2人の食パン。はい、私もね、1回目買って帰ってきて本当美味しかったと思うんですけど、うん、結構皆さんね、いい声をいただいて、そのままあるんですけど、人気のことが多く、作るのは一生、今日はまだ行きます。お参り、そうそうそう、あとは今日は4枚も行けてるね。はい、半分だけやってるね。はい、その他もこちら、そうですね、総菜パン、はい、ミニパン、そうそうそう、ゲレで、はい、スマートフリーチーズ、市場の奇跡の投影、はい、そう、これ食べたんですけど、はい、結構朝なんか、それから仕事で、このクリーム、はい、クリームを自家製で作ることで、すごい今マッチしてて美味しいです。結構、機能がどうなってるんですか？そうですね。はい。ちょっと、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 妹さんにも来ていただきました。はい、はい、おはようございます。あ、宮城舞と申します。はい、
はい。そうです。ん？ブレイブ。はい。そうですね。たくさんの方に買いに来ていただいてます。はい。このパン、配達もしてくるということ。はい、配達もしてます。ハンバーガーと一緒にお持ちすることも出てきますので。くらい以上当たる。はい、2500円以上で配達受けたまっております。どこまででも行ってくれるんですか？一応丸亀万能こちらなんですけど、境で方も行きます。ありがとうございます。そのエリアにも行ってくれるということで、皆さんの歌田のスタジオにも持って行ってくれるんですか？はい、はい、よろしくお願いします。ラウンドに入るチームに行けると思いますけど、さあちゃん、こんなところで気になったパンとかありますか？いや、やっぱりイチゴめちゃくちゃ美味しそうですね。ロリコさん、これね、春のイチゴ、この時期だけですね、やっぱりこういう、これどこのイチゴとかあるんですか？やっぱりでも春はね、甘くて、うん、食パンの生地も甘いんで、すごく合います。はい、ぜひ食べてみてほしいです。生地限定になっているので、はい、生地だけ、はい、はい、お願いします。あ、そんな感じ。そしてケイセさんは一番好きなパンとかありますか？結構素材系好きなんで、明太子バターとか結構好きですね。ねえ、はい。この丸い形で丸いパンに栄養みたいなのがあったんですか？でも職人さんが今焼いてくれるんですけど、全部お任せして、はい、好きなようにしてます。ああ、ちょっと丸い感じの顔。はい。のりこさん。はいはい、羊さんのロゴがあるじゃないですか。はい、あれなんで羊さんなんですか？これなんで羊さんのマークなんですか？はいはいはい、動物を占いだと思うんですけど、はい、動物占いだと思うんですけど、はい、動物占いだと思うんです。あ、そこから、そこからすごい、はい、ちなみに妹さんはメガダサってです。はい、かわいい。メガダサと長のおもちゃで、それで、ね、作ってもらおうかな。自分にこだわった感じです。そうですね、自分に出していこう。で、この羊はなんかどこかが取れないのかな？いや、もう羊さんで大丈夫です。作ってくれました。これはドワッサンの耳がクロワッサンで、耳がクロワッサンなんだ。なるほど。はい、本当や、可愛いですね。可愛いですよ。もっちりです。もっちり生地なんで、はい。食べてみてほしい。はい。もっちり組、はい。はい。はい。アンバターの生地で、アンバターの上にラインがかかってます。そう、甘じょっぱい感で、はい。のりこさん、ラインナップとかは日によって変わったりとかするんですか？そうですね、季節で今春のいちごがあるんですけど、もうすぐサクラのパンも発売されました。楽しみや。そうですね、はい。ありながら、テーマのもありながら、はい。じゃあその時々で来た時来た時で楽しめますね。もうなんかなんかだなと思いながら、このままでいいけど話すできるけど、そうそうそう、はい、はい、インスタで発信しているので見ていただければ、はい、ぜひ一言にインスタチェックしてね、ランドとかね持ってますね。そうですね、そこをチェックしていただいて、のりこさん、はい、のりこさん、そろそろね、はい、ちょっと時間がもうあっという間なんですけれども、そうですね、はい、じゃあここで最後お知らせが、月曜日限定なんですけど、パンを1000以上買い上げていただいた方に、次回使えるパンの2回でプレゼントしてますので、ま
たよかったらお気軽にお立ち寄りください。そうですね、はい、カフェの方でドリンクと一緒にあの召し上がりいただけます。はい、はい、はい、よろしくお願いします、はい、今回この辺りありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日もですね、小谷自動車くだりのりこさんがお邪魔しまして、今日はパン屋さんの方を中心にお話をお聞きしました。けんすけのワクワクタイムをお届けしました。次回もお楽しみに。